皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。じゃあまた美咲の部屋ということで、はい、今日はもう美咲さんまたポニーテールちょっとやってくれてるんですけど、はい、ボリュームが出ない方ですね。ここに多分ボリュームが出ない方って結構多いかなと思うんですけど、それの裏テクを美咲さんがやってくれてるので、はい、まあ猫っけだったりとか、まあ普通のもう普通もんかなの人も多分ペタってある人も多分多いかなと思うので、この方法結構使える方法なんで、ボリュームアップをしたい方よかったら試してみてください。はい、はい、お願いします。では動画スタート。はい。ここからボリュームアップします。根元のトップの部分ですね、そこの部分を上にグイッと引っ張ると高さのボリュームが出てきます。スプレーでさっき出したボリュームのところをつけてキープしていきます。最後にヘアカフスをゴムの部分につけて、いつもボリュームが出ない方はこの方法も参考になると思いますので、よかったら試してみてください。